皆さんこんにちは。ウクレレ漫談家牧伸二さんが2013年4月に投身自殺とみられる衝撃的な死を遂げ話題になりました。享年78歳であり、昭和の人気スターの身投げに世間は騒然。そして後日、動機の一つとみられる金銭トラブルの概要が鮮明になりました。牧さんは1999年、1962年創立され、会員数約110人に上る東京浅草を中心に活躍する芸人たちの任意団体東京演芸協会の会長に就任。会員たちの信望も厚かったのですが、歴代の会長から受け継いで牧さんが管理していた500万円以上の協会の資金が2012年から不明に。このため会員の間から牧さんの責任を追及する声が高まっていました。複数の関係者によると、責任を感じた牧さんは2012年暮れ、理事たちに来年5月30日の総会までに現金か通帳で500万円用意する、会長を辞めて空気を変えたいと約束。それを受けて4月28日の理事会で牧さんは追及される予定でした。しかし無断欠席して行方不明となり、翌29日に多摩川で転落死していたのです。近い関係者からは牧さんの死後、協会に対し資金は用意するので不明金の件は不問にしてほしいという申し出があったといいます。こうした事態を受け、緊急理事会が30日夜都内で開かれました。モノマネタレントの原一平副会長は閉会後、会員の間で会長が協会の資金を使い込んだという噂はあったが事実ではないと信じていると話すにとどまっています。牧さんには弟子が4人いました。そのうちの一人である牧昇さん、彼が弟子入りしたのは5年前といい、師匠が弱音を吐くのを聞いたことがないし、変わった様子もなかったし、自殺するなんて考えられないと身投げについて受け入れられない様子。牧さんが帰らぬ人となる直前、4月28日に行われた上野のイベントから牧さんは普段の様子とは異なっていたようです。イベント後の浅草の公園で姿を見せなかった牧さん、弟子の牧昇さんは会場近くを探し回っていました。牧昇さんはどんなに体調が悪くても舞台は開けない人、本当に驚いたと振り返りました。かつて弟子だったという自営業の男性も弔問に訪れ、牧さんと自殺が結びつかない、仕事に穴を開ける人でもなかったと話しました。昭和の日本で多くの人に愛された茶の間のスターが、くしくも昭和の日の29日に帰らぬ人となって、事態は思わぬ方向に。通夜は1日、葬儀告別式は2日に行われました。近親者のみの密葬で行われ、喪主は妻よし子さん、今年2月6日には歌手岡田純子さんとのデュエット曲一目惚れを出し、新曲を出せて嬉しいと周囲に話していたばかりでした。多摩川に身を投げて帰らぬ人となってしまった牧伸二さん、その彼を師匠とし、18歳の時から付き人をしていたのが泉ピン子さん。しかしピン子さんは雨の時でも傘を差すことすら許されず、牧さんの荷物持ちをさせられていました。地方キャバレーの土佐回りの際も彼女には宿も用意されず、キャバレーの楽屋で寝泊まりしていたのです。地方キャバレーでは泉さんもステージに立って漫談を披露するも、お客からはブス引っ込めとヤジが飛び、テーブルの料理を投げつけられることも日常茶飯事だったそうです。さらに給料は月8000円だったため、家賃の8000円を払うとお金が残らないため、深夜は皿洗いのバイトをするなど大変な生活をされていました。しかし師匠の牧さんは、芸人を作るのには10年かかるというのが口癖で、泉さんには苦労を味わってほしいという親心から、そんなことは当たり前と泉ピン子さんを突き放していました。これに対してピン子さんは、師匠は何もしてくれないと嘆いていたといいます。泉ピン子さんは1983年、女優として NHK の連続テレビ小説おしんに出演し大ブレイク。同作の脚本家橋田壽賀子さんに認められ、
橋田ファミリーの一員として、ピン子さんはその後橋田作品に数多く出演するようになります。しかし一気に売れたことで、この頃のピン子さんは金銭感覚が麻痺していました。当時のピン子さんを知る芸能関係者によると、ブランドにはまってしまい、全身シャネルと言われるほどシャネルのバッグや靴を買い漁るようになっていたそう。当時ブランド品を買うために事務所に借金するのは当たり前で、貸すのを渋ると、誰のおかげで事務所が食えてるんだと怒り出したそうです。そんなピン子さんのことを、マキさんはあいつは大丈夫かといつも心配していました。しかしピン子さんは、マキさんの付き人時代の辛い反動からか、ブランド品購入はやまず、1999年には事務所からの借金総額が3億5000万円を超えたとまで報じられました。堪忍袋の糸口が切れた事務所側は、それ以上お金を貸すことを拒否し、肩代わりしていた自宅の公共料金の支払いもストップ。これに激怒したピン子さんは、師匠であるマキさんにも黙ったまま事務所を飛び出す形で独立したのです。しかもピン子さんは2000年4月女性誌のインタビューで、この独立劇をこう告白しています。独り立ちしなくちゃということはずっと思っていました。自分の仕事の在り方を誰かに託すんじゃなく、切符を買うところから一人で始めてみたい。金銭トラブルには一切触れず、一方的な言い分で独立を正当化しています。この一件がピン子さんとマキさんの関係を修復不可能にするきっかけとなったのです。事務所の許可もなく勝手に独立を発表したピン子さんに、事務所社長もマキさんもとにかく怒り心頭でした。そしてインタビューには、マキさんを怒らせる別の要因もありました。ピン子さんはインタビューの中で、自分にとって恩師は杉村春子先生と言い、マキさんの名前どころか漫談歌手時代の話が何一つ出てきていません。これにマキさんは大きな失望を覚えたようで、あまりにも恩知らずだと彼女を破門にしてしまいました。以来二人は没交渉となり、2002年にマキさんが脳梗塞で倒れた時も、ピン子さんは見舞いにさえ訪れなかったといいます。独立からの13年間、二人は完全に絶縁状態で、ピン子さんはあの下積み時代の日々を消し去るかのように、マキさんの名前を口に出すことすら嫌がっていました。あの人のことは絶対許さないという思いがずっと心の奥深くに残っていたのかもしれません。ちなみに泉さんが暮らしていた部屋は4畳半一間のお風呂もない男性が多く暮らすアパートだったそうで、共同トイレだったため急いで用を足し、入浴はなんと台所で3日に1回という生活で、地方営業でホテルに宿泊した時だけ浴槽に浸かることができたそうです。そして食事はというと、袋入りのインスタントラーメンを4分の1ずつに分けるも、お湯は1杯分だったため、醤油を入れただけでのスープを作って一気に飲み干してから麺だけ食べ、満腹感を得るようにしていたそうです。また地方営業はギャラが1本3000円と安かったそうですが、顔を覚えてもらうために全国各地を巡ったそうで、在来線を23時間もかけて乗り継ぎ、東京から北海道まで向かったこともあったほか、客が入らなかったことからドタキャンされたこともあったそう。泉さんはキャバレー周りをやってた頃は、空き時間はパチンコ屋でお金を稼いでいたといいます。壮絶な極貧生活の中で師匠がいるにもかかわらず助けてくれないのは相当こらえますね。しかし弟子から慕われているマキさんなので、双方の意見の食い違いといった面もあったのではないでしょうか。いかがでしたか。今回はマキさんの身投げ理由や泉ピン子さんとの関係について紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いします。それではまた。